はい、こんにちは、116インズです。いつもお気楽な動画を上げている当チャンネルですが、今回はさらにお気楽な動画を上げていこうかなと思うんですけれども、先日ですね、 MLB.com、まあ、MLB の公式サイトですよね、が、まあ、11月ながら来シーズンの地区優勝予想というところを早速やっていまして、まあ、随分気が早いなとは思ったんですが、そちらの記事を確認したところですね、まず AL の地区優勝予想を見ていたところ、まあ、東地区はブルージェイズ、まあ、確かに若手選手も伸びてきていますし、またコンオフは目玉の FA 選手にも手を出すと噂されているチームではありますので、まあ、確かに全くなくはない予想かなと感じましたし、で中地区についてはホワイトソックス、まあ、こちらもブルージェイズと同様に若手選手が非常に伸びているチームでして、で今シーズン地区優勝を逃してしまったんですけれども、割と僅差での3位でしたので、来シーズンの地区優勝というところは全くありえない話ではないのかなと感じたんですけれども、問題は西地区でして、なんとですね、こちらの記事、マリナーズを地区優勝予想に挙げていたんですね。いや、まあ、当チャンネルもかなりマリナーズの未来は明るい明るいと散々連呼して、視聴者の皆様にもかなり笑われているところではあるんですが、その私ですら、さすがに来季優勝とは予想はちょっとできないぐらいの、現在のマリナーズのチーム状況ですから、まさかそんな大胆な予想を MLB の公式サイトの記事でやってくるなんて、ちょっと予想外でしたね。で、こちらの予想ですね、第一段落に、まあ、多分起こらないだろうという前提は置いてはいるんですが、ただ来シーズンの西地区、正直どのチームが優勝できそうなのか全くわからないと書いてあるんですね。確かに今シーズン優勝したアスレチックスは、まあ、記事でも触れてはいたんですけれども、コンフ FA となる選手が10人もいまして、で、その中には主力選手も当然含まれていまして、ショートのマーカス・セミエンですとか、それからクローザーのリアム・ヘンドリックス、またトミー・ラステラー、マイク・マイナー、マイク・ファイヤーズといった選手たちが一斉に FA となって、で、アセチクスというチームはお金もそこまで余裕があるチームではありませんので、FA 市場で彼らの穴を埋めるだけの補強というところもなかなか望めないんじゃないかということで、今シーズンほど圧倒的な戦いというところは難しいんじゃないかと。まあ、それは確かになと感じた部分はありましたね。で、2位のアストロズについても、まあ、今シーズンの時点で負け越しているわけですが、来シーズンはさらにジャスティン・バーランダーがトミー・ジョン手術で、おそらく来シーズンは全休となることが予想されていますし、これまでクローザーとして頑張ってきたロベルト・オスーナは、怪我の影響でチームを退団することとなってしまいましたし、また野手陣についても、まあ、以前アストロズの未来はどうなるのかという動画でも取り上げましたが、外野手のジョージ・スプリンガー、それからマイケル・ブラントリーといった選手たちがコンフ FA となって、で、おそらく退団の可能性が非常に高いと言われていますので、今シーズン ALCS まで進出したとはいえ、来シーズンのアストロズの戦いというところは今シーズン以上に厳しいものになるだろうと。それも確かにそうだなと。で、エンゼルス、レンジャースについては、エンゼルスは予算の関係で先発補強というところが果たしてどれだけできるのかというところが不透明な状況ではありますし、また仮に1人や2人獲得したところで、エンゼルスの投手陣の問題というところは全ては解決はできないでしょうから、こちらについても簡単にはいかないだろうと。で、レンジャースは今シーズン前進することが予想されながらも、蓋を開けてみれば MLB でもワーストクラスの成績を残し、来シーズンはチームの立て直しを迫られることでしょうから、そうなるとマリナーズが西地区の中で数少ない来季前進できる可能性を持ったチームということで、この記事を書いた記者の方は最もありえない予想だけれども、マリナーズという予想をどうもしたようなんですね。マリナーズは確かに今シーズンポジティブな要素が非常に多いシーズンではありました。カイル・ルイスは今シーズン新人王となりましたし、ジャスタス・シェフィールドについては先発投手として今シーズン飛躍の1年となりましたし、また昨シーズンまだまだ実力面では MLB レベルではないと感じていたディラン・ムーアは、今季ウィンズ・アボブ・リプレイスメントでチームトップの成績を残すまでに成長しました。他にもパドレスから獲得したタイ・フランス、ゴールドグラブ賞に輝いた JP クロフォードやエヴァン・ホワイト、若手選手は着実に成長を遂げていますし、その前進はおそらく来シーズンも続くかと私自身も考えているところではあります。この若手選手たちのグループの中に、さらに来シーズンは球界屈指のトッププロスペクトであるジェレッド・ケレニックが昇格してくることが予想されていますし、また先発のトッププロスペクトであるローガン・ギルバートについてもおそらく昇格するだろうと言われています。非常に若手に関してはマリナーズ明るい話題が多いですので、ディポと GM は来シーズンプレーオフを狙いに行くと言っていましたが、もちろんコンオフどういった補強をするかにもよるとは思いますが、その目標自体は全くおかしなものではないかなと、少なくとも今シーズンの戦いぶりを見る限りは感じはしました。ただ優勝というところはちょっとまあまだ早いかなっていうところが、
まあ個人的な感想ですね。まず優勝争いするにはまだまだ厳しいと感じる部分がやはり投手陣ですね。まだまだ優勝争いできるだけの投手陣とはまあちょっと言えないですし、特に先発陣に関してはやっぱりもう一人または二人ぐらいは少なくともマルコ・ゴンザレス並みに信頼できる先発投手はまあ必要なのかなと。先ほど触れたギルバート以外にもジョージ・カービーですとか、それからエマーソン・ハンコックといった楽しみな若手の先発投手他にもいるんですけれども、このあたりがメジャーに昇格してくる時期、または FA かトレードで他球団のエースクラスを引っ張ってこない限りはちょっとまだまだ厳しいかなと個人的には感じています。またリーフについてもこのオフ3人か4人ぐらい補強したいとディポと GM 話していましたが、やっぱり今のプレイオフ見ていますと勝ち上がってくるチームのブルペンというところは非常に強力ですし、そういったチームと比べてみてマリナーズのブルペンというところはまあまだまだかすりもしないと言いますか、到底信頼できるブルペンとは言い難いですので、こちらもかなり手を加えないと先発陣同様厳しいかなと。で、打線についてももちろんルイスは新人王となりましたし、カイル・シーガーも相変わらずまずまずの成績は残してくれてはいますが、ただやっぱりもう少し主砲クラスの選手は欲しいかなと感じているところはありますね。個人的には近年だと2016年のマリナーズの打線が結構好みでして、打線の中軸にカノー、クルーズ、そしてシーガーがどっしりと座っていて、で、脇を固める選手たちとしてセス・スミスですとか、それからレオニス・マーティン、イデホやフランクリン・グティエレスといった、まあ、毎日出るわけではないけれども、役割を果たす選手が非常に多かった印象がありましたので、まあ、16年クラスの打線を組もうとなれば、投手陣同様打線についても結構手を加えないと、まだまだ厳しいかなと。で、プロスペクトについては、ケレニックが来年昇格した後、おそらくその次の年、2022年には、そのケレニック以上のポテンシャルを秘めていると言われている、外野手のフリオ・ロドリゲスが昇格してくるだろうと予想されているんですけれども、そのロドリゲスの昇格に合わせて、直前のオフシーズン、2021年のオフシーズンの FA 市場で一気に動くのが、まあ、個人的な理想図として描いているところですね。この2021年のオフシーズンは、特にショートが非常に豊作と言われている年でもありますので、JP クロフォードはいますが、まだまだ絶対的なショートのレギュラーがいないマリナーズにとっても、絶好の動くタイミングではあるのかなと感じているところですね。そうなるとおそらく来シーズンは、現状の打線から大きく変わることはないかなと思われますので、まあ、この打線で優勝というところは、やっぱり厳しいんじゃないのかなとどうしても思ってしまいますね。ただ今回の記事を通して MLB の公式がかなりポジティブにマリナーズについて考えていることが分かりましたし、その点については一人のマリナーズファンとして非常に嬉しい部分もあるんですが、ただですね、期待された時のマリナーズというのはあんまりいい結果が出ないんですよね。まあ、ただそれは過去の話ではありますので、来シーズンこの記者の方が予想した通り、マリナーズが予想外の大躍進を見せて西地区を制覇するのか、来シーズンを楽しみに待ちたいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。Thank you.